まんまじゃないわ、やばいやばい。間違えた間違えた。おはようございます。どうしたんでしょう。つぶゆうすけさん、ゆきかぜさん、つうもさん、ありがとうございます。こんばん、あ、間違えた。もうおはようございます。天使の絵の具さん、ありがとうございます。そうなんや。あ、語呂合わせが確かに。東京特許許可局局長さん、ありがとうございます。今日は日付でできんかった、ちょっとずれた。大崎上島のカズさん、ユタンさん、伝説のヒレポンさん、キューさん、ありがとうございます。雨降ってた。今超降ってますよ。音聞こえない？86さん、良平さん、平田くさん、母さん、ありがとうございます。カープさん、ありがとうございます。おはよう。ジェローさん、ありがとうございます。関東降ってない。そうなの？雨の音はいいんですよね。直哉さん、ありがとう。最近忙しいみたい。そうですね、なかなか頑張ってる。修二さん、蒼さん、ありがとうございます。眠くないですね今日。お、雨のピアニスト歌いたい。なっちゃんさん、ももるさん、ありがとう。お、ニコライさん、ニコライさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。ニコライさん、ニコライ、おめでとうございます。おめでとう。マモルンさん、玉ねぎ姉さん、ありがとうございます。確かに最近長靴履かない。玉ねぎ姉さん、タイガーマスクさん、ありがとうございます。うん、はいよ。リル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 。雨のピアニストが愛を弾いている見るの街に流れる悲しいメロディー窓白さん、お誕生日おめでとうございます。
よ。よいしょ。クロシナさん、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。雨の雨の雨。ユダキンボさん、ありがとう。雨のピアニストが愛を弾いているわ。ビルの街に流れる悲しい。優しい言葉で切り出すさよなら、突然過ぎて。セリアさん、ありがとうございます。アイナエクさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。アイナエクさん、おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。突然過ぎて。アムロさん、ありがとうございます。ソファーの端っこ黙ってしまった。私は爪を噛む。
かねさん、つぼゆうすけさん、ゆきかねさん、ひろしげさん、ありがとう。今日の服かわいそうがそう、ほんとネックレスとかすればよかった。はよー、タイガーさん、ありがとう。ねえ、ネムニアさん、ハムナさん、ありがとうございます。またね、おはよう。おはよう、三角またきって四角。ただいま、おかえり。しゅうじさん、ありがとうございます。今日の夢にみちが出てきました。どんな夢ですか？このかわいさは。朝からかわいい、ありがとう。セブンイレブンの日、おめでとう。おめでとう、おはよう。アメピはいいね。ヤダキンボさん、ありがとうございます。命の歌よかったです、ありがとう。昨日は命の歌の収録をしてきました。8月6日はこっちの地域で放送、8月9日に全国放送なので、ぜひ見てください。スイッチライトが出るね。ね、スイッチライトはさ、そんな変わらんよね。使えるカセットも変わらんよね。画面越しの道の頭なでなでしまった。やば、やばい人やん。キヨさん、ありがとうございます。自分がさ、ピカブイのさ、ピカブイみたいに、ピカピカ。スイッチ持ってたらライトは、うん、ライト別にいいかなと思った。携帯専用ね、コントローラー外せないだよね、やっぱ。自分はアルベルトさん、ありがとうございます。使ってるものにね、愛着湧くタイプだからね。今のね、スイッチがね、愛着湧いてるからね、いいかな。そのゲーム、私だよ。ね、だいぶ前だけど、ラゾーナのライブ行ったよ。だいぶ前ですね、ありがとう。また待ってます、 STU48。 ぜひ。ヤダキンボさん、デザイザートさん、ありがとうございます。なんかさ、スプラトゥーンもさ、終わるんですよ。終わらんけど、デジタルも大体1ヶ月。うん、スイッチに Bluetooth、 確かにイヤホンないとね。あのラストフェスがあるんですよ、今度。15だっけ、15から17ですっけ。そう、ラストフェスですよ、ラスト、ラストですよ。じゃけん、なんかさ、まあさ、
スイッチもさ言ってもさ結構前に出てるからさ、もうなんかスイッチも終わり新しいゲームが出てきてさ、そっちのソフトとかがいっぱいさ出てくるんかなって思っとったんださ、こんなそう思ってた時にさスイッチのライト出たからさあれと思って、そしたらスイッチまだいっぱいソフトとか出るのかなって、多分ライトもスイッチも一緒じゃないですかソフトは。だから希望が持てた。たくの兄さんありがとう、拍手会待ってます。ゲーム好きな女の子そうね、ルイージマンションとか出てない、確かにゲーム好き。そっかソードシールド出るもんね。私はね、ソードを買うぜ。ゼルダか。ラストフェスって言って何度もやるパターンもある。あるの？ちょっと、スプラトゥーン新規なんでね。あんまわかんないんですけど。楽しみ。ゼルダ楽しい？ラストってつけると人集まりそう。いや集まり、私も集まろうと思ってたんですよ。集まる一人になろうと。でもね無理かも、その2日間。ミチが初めて買ってもらったゲームって何？マリオかな？ DS の。ヨダキンボさん、ヨタビーさん、ありがとう。ゲーム配信とかしてほしい。見たい？私のゲームやってるところ。マリオがスーパーマリオブラザーズのことじゃなくて、でも私が言ってたのスーパーマリオブラザーズだった。見たい？本当？そう、もともと家にねゲームがあったんですよ。あのゲーム一家でもともと家にあったから。ヨダギンボさん、そうめいさん、ありがとう。あのゲームボーイをしてた。で自分の DS 持って DSLL 違う DS 持って DS 持って 3DS 持って3DS 持って 3DSLL 持ってスイッチもらった。多分 3DS あ、じゃあ DS 持って DS 持って
3DS 持って 3DS 持って 3DSL 違う DS 持って DS 持って 3DS 持って 3DSLL 持って 3DS ライト持って 3… スイッチ持った多分いっぱい大地さんビリーマンさんありがとう。まあでも新しいもの出たら欲しくなるよね。じゃけんちょっと欲しいよね、スイッチのライトも。 PS4 はねお父さんの部屋にある。でも部屋にテレビがなくてね、リビングでねあんまりしない派だから。ソニーさん大好きですよ。ソニーさん大好き。ソニーさん好きすぎて、ソニーさんね、あのカメラ買ったもん。 PS4 って持ち歩きできないやつですよね。Wii も持ってました。 Wii も持ってた。あと PSP もやってた。 PSP はこれよね。 PSP でアイルームラやってたし、なんかパタポンみたいな、ポコパン？パタポンやってたし、軽音のリズムゲームやってたし、いっぱいやってた。パタポン、桃鉄はね携帯に入ってます。このゆうやさんありがとうございます。わかる。アップル、私も iPad、 パソコン、携帯、アップル。そう、今はゲームやる暇ない感じ。でもねやっちゃうんですよね。なんかやっちゃう。今月は7、7秒頑張ろう。 AirPods にケースまだつけてないけど、プレゼントでいただいたりしたのでつけようかな。はいよ。ドクターマリオ出たね。出ましたね。私パズルゲームそんなハマらんのよね。パズルのゲームは。そうだからどうだろう。音聞こえます？音聞こえる？好きなジャンルはアクション、アドベンチャーとか。このさ、AirPods のさ、この後ろの丸が何かわからないね、このボタン。わからず押しよるけど。
本丸やば、違いますよ、こじこじです。ヒゲダンさん新しい新曲ミュージックビデオ公開された、宿命くものさん、ありがとうございます。似てるとか言ったら怒られるのかな。え、怒らない、嬉しい。くじくじはくじくじだよ。ライオン丸ってやばいね、上手。かわいい、とってもかわいい、癒される。あー、こじこじになりたい。学校行ってくる、行ってらっしゃい、頑張って。こじこじはこじこじだよ。久しぶりにこじこじに着せ替えた。お、漫画ですよ、3巻までね持ってる。めっちゃ顔丸くなっちゃう。いいよ、こじこじになれるんならいいよ。似てる？やっぱ似てる？こ、あれでしょ？声でしょ？こじこじよ、こじこじだよ。すごく少し今携帯のケースもこじこじだし、これも持ってる、かわいい。これはちょっと大きくてね、なんか一時期使ったんですけど、今は使ってないんですけど、かわいいよね。ずっと好きだったんだぜ、ずっと好きだったんだぜ。そう、まるちゃんと同じ方が書いてます、さくらももこさん。大地さん、ありがとうございます。けんちゃんさん、ありがとうございます。そう、かわいいでしょ。もしもし、鳥取太郎さん、ありがとうございます。でしょ、あったたった、梅雨だぜさん、ありがとう。たくずさん、そうさん、ありがとう。かわいいでしょ。女子ってめっちゃごついわけ。私はごつくない今。チョルルンさん、ありがとう。私の今の iPhone ケースはね、
ろうか。これは多分山田、あのちびまる子ちゃんの山田をしてる、モノマネしてる時のこじこじ。これはお芋食べてるこじこじ。これはノーマルのこじこじ。かわいい。何このお芋食べてるこじこじ。なんじゃこれ。超が違う。これクッキーだ。クッキーみたいなの食べてる。こっちがお芋だ。見てかわいい。かわいい。かわいい。そうだね。かわいい。こじこじ好きになりそうでしょ？かわいいもん。本当にあのね、なんかね、ちょっと人生に行き詰まった方はね、あの漫画読んでみた方がいいと。これの道バージョン欲しい。いやいやこんなにあるのやだ。これが私だったら次郎くんポジションは誰ですか？いやトロを入れてさ、あのちょっとね、あれなんか間違い探しみたいなあったらいいよね。そう、人生に行き詰まった時は漫画を読んだらなんか、あ、もう大丈夫だってなる。そんな簡単なことだったんだっていうか、そう、こじこじ、かわいい。うわ、かわいい。かわいい。なにこれ。お腹空いてきた。こじこじ見たらなぜか。ねえ、なにこれ欲しい。見てこれ、会場限定グッズ。なんの？何の会場なんだろう。ペンケース、かわいいです。何この、伸びてる、めっちゃ体が、あ、ビレマンとかにもあるんじゃ。
え、めっちゃ STU っぽいのがある。ほら。こじこじの LINE の着せ替えもいっぱい持ってますもん。私、あ、私と私のこれと同じやついっぱい売ってあるよ、ネット。私は東京駅で買ったんですけどね。そう、なんかポップアップストアみたいなやつが出ててから、しょ、デニムトートバッグ、かわいい、いいね。かわいい。お腹空いてきた。タッピーさん、お誕生日おめでとうございます。お、よいしょ、タッピーさんおめでとう、おめでとうございます。最近タピオカが飲みたくてさ、舞台も楽しくてさ、なんかこの舞台のなんか舞台のオーディションの夢を見たんですよ。舞台のオーディションの夢見て、でオーディションの前にちょっと集まったんですよ、友達と集まって、でなんかちょっと遊んで、でなんかよしオーディション頑張ってくるねみたいな言って、でなんかどっかの駅で解散をして、そしたらカフェが2個あって、でタピオカが売ってて、ちょっとだけね、あの集合時間まで2時間があったからさ、タピオカを買おうと思ってカフェでちょっと並んでたんですけど、待ってて、で買う時になったらね、タピオカが50円だったんですよ。なんでこんなに安いのって思って、なんか東京駅ではなかったんですけど、あ、でも東京駅だったけど東京駅じゃないんですけど、東京駅で、わかる？東京駅の見た目じゃないけど東京駅、なんか近未来というか、なんて言ったらいいんじゃろうかわからんけど、東京駅ではないけど、私の夢の中ではそれが東京駅だったんですよ。そう、そこで50円安ってなったけど、よく見てみたらね、なんかタピオカキットだったんですよ。なんかそこでタピオカ買っても飲めなくて、家で作るタピオカみたいな、家で作るタピオカキットが50円で売って、でめ
っちゃその時に飲みたかったのに、そう、あ飲めんじゃんってなって、でなんかあもうダメだと思って、あのオーディションに向かったら、オーディション会場までの道がわからんくて、うろうろして遅れて、あーってなった夢を見ました。全部なんか踏んだり蹴ったりだった。そう、昨日の夢は昼寝だった気を覚えとんかもしれん、浅かったのか。タピオカキットっていうのはあれなんですよ、あのもうタピオカも入ってて、あのタピオカと黒糖が入ってて、家でミルクティーにその袋開けてボボボボボって入れるだけみたいな感じ。私この後寝ない、頑張る寝ないようにっていうかね、寝たくな、本当は寝たくないんですけどね、ベッドにね横たわったらね、いつの間にか寝とるんですよ。嫌よね本当に。じゃけんもう横たわらんければいいって分かった。でも横たわりたくなるんですよね。ね、なんて読むんこれ、天邪鬼な放浪者さん、ありがとう。天の尺っていうの、天の尺な放浪しゃやだ、天邪鬼じゃん。これ天の邪鬼っていうの、くって読まんじゃん、きって。読むの、きって、んくって。やだ恥ずかしい、終わろう。ランキング読みます。13位ひょうさん、12位ライザンさん、11位ソウさん、10位りょうすけさん、はあ、9位マモルンさん、8位ライチさん、7位セリアさん、6位伝説のヒネポンさん、5位アモズさん、4位ダダダダムさん、3位東京特許許可局局長さん、2位ツーモさん、1位ヨダキンボさん、ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルルンジュリャン、イシケンマシンさん、ありがとうございます。やだやだやだ、それでは今日も一日お仕事がこのギブスで頑張っていきましょう。今日も一日ファイタルブ、せーの、エリエリオー、ありがとうございます。マジありがとうございました。それではまたね、朝一の自撮りお願い。結構朝一の自撮りよ、でもおはようメール昨日とかも。それではまたね、ありがとうございました、バイバーイ。